ドアがあるあのトイレ用意してございますので、そちらご利用いただければと思います。見学の途中にですね、具合の悪くなった方ですとか何かお困りになった方は、あの近くにですね腕章した職員がいますので、申し出ていただければと思います。あと職員がですね、あの記録用に、今日写真を撮らせていただきます。あらかじめご了承いただければと思います。であとすいません、ゴミはですね、すいません、各自お持ち帰りいただければと思いますのでご協力ください。であとですね、これから見学いただきますけども、あの写真は自由に撮っていただいて構いませんので、各自、記念にと言いますか記録に取っていただければと思います。であと案内の終了をもちまして、見学会は終わりとなります。各自解散としていただければと思います。で再度ですねご覧になりたい方は、残っていただいて、あのまたぐるっと回っていただいても構いません。ただちょっと12時に1回ここ閉めたいと思いますので、ご協力いただければと思います。途中ですね、何かご質問等ある方は、随時職員にですねお声かけいただければと思います。それでは、見学会に移りますので、案内の職員のですね指示に従って、怪我のないように、回っていただければと思います。よろしくお願いいたします。東大寮の中にありましたあの倉庫の跡です。このレンガ造りの、建物、こちらが倉庫になります。で、あのこの倉庫の下にですね、楕円形の、石組みがありまして、これがあの明治11年に、測量されている地図には描かれておりまして、あのこの、レンガ倉庫が建てられるのは、明治11年より、新しいということが分かっております。で、あの先ほど少し言いましたが、あの東大寮を作るにあたりまして、大岡川を埋め立てて、その敷地を確保しておりますので、こちらの、皆さんに向かって左側の方にですね、埋め立てる前の旧の大岡川護岸が出ております。ちょっと前にいる方はちょっと見づらいと思いますので、後ほど見ていただければと思います。で、あのこの建物はですね、ちょうど建物の中から、軌道が、あのトロッコの、線路が、作られておりまして、どうやらあの仮設トイレの向こう側の方に、トロッコで資材を出したり、あるいは向こうから資材を、そういうような施設であることが、今のところ分かっています。で、あのこの建物からですね、建物の下にあの下水施設下水施設が、設けられておりまして、ちょっとあ下水施設が、作られておりまして、ちょっと近くまで、呼ばないと。入ってない。すいません、お話が下手です。で、ちょうどですね、トレンチ状に、深く掘ってありますが、この下にですね、この建物の下に下をくぐっている、下水施設が、確認されています。で、この下水施設は大岡川の方に直接、放流しているようで、現在も、ちょっと、河川とつながっているので、潮が上がってくると、逆流してしまう、そういうような、
それではちょっと後ろ側に、移動していただいて、でこちらがですね、先ほどの大岡川の、護岸の続きがちょっと出ているところで、鉱力試験所という施設が、建っていたところです。おしっぱで先の方に後ろの方がちょっと聞きづらいかもしれない、先の方にですね、先方の方に大岡川の護岸が、一部確認されております。で上の部分がですね、ちょっともう取り除かれていて、下の2段分ぐらいが残っているだけです。で上の部分はなぜないかと言いますと、もう今埋め立ててしまいましたが、埋め戻してしまいましたが、これから見ていただく、レンガ造りの建物の間にですね、いくつか建物の基礎がありまして、そういう建物の基礎に再利用されています。で、ちょっと土管とかが置いてありますが、この、東大寮の中にですね、いくつか配管施設、先ほどの、ものと同じようにですね、配管施設が、作られておりまして、現在では調査が終わっているので取り除かれている、それから手前にあるこの暗渠状のものもですね、大岡川に、水を流すための施設です。東大寮ができてから、震災で倒壊するまでの間のものとは思いますが、いつのものであるかというのは今のところ、分かっておりません。ではまたちょっとオレンジ色の箱の前まで移動します。ちょっと聞きにくいかもしれませんが、マイクよりは俺地声の方がいいと思います。ここから地声でやらせていただきます。先ほど言った本町通りというのがこのオレンジ色の箱が置いてあるところ、ちょうど手前側に